回はレジンの着色について実験をしてみたいと思います。レジン用の着色料というのは意外とお値段が高かったりするので、何か他で代用できないかと思いまして、今回は実験を行ってみることにしました。実験で使ってみたものはクレヨンと水彩絵の具、どちらもダイソーで購入したものです。まず1回目はクレヨンで着色ができるかどうかを実験してみたいと思います。それでは早速始めましょう。クレヨンはこんなにたくさん色がありますので、今回はこちらの白とピンクと、それから紫色っぽい色と黄色、この4色で実験してみたいと思います。使用するのはこちらのタカラネイルさんの UV レジンクリアハードを使います。まず少しレジンを出します。そしてでは黄色から少し削ってみます。ですかね、このぐらいでちょっと混ぜてみたいと思います。なんかブツブツが混ざってる感じに見えますね。ブツブツがちょっと混ざってるかなという感じなんですけれども、根気よくよーく混ぜていくと、まあ、潰すように混ぜていくとちょっと色が色っぽくなってきたように見えます。ちょっと黄色っぽくなってきたの分かりますか？はい、ではこのモールドの中にレジンを入れたいと思います。一番左の四角を使います。せっかくなのでこの星のところも使ってみます。
足りないのでもう少し作ります。まず一つ目ができました。同じ要領で他の色も作っていきます。それでは次はピンクをやってみます。はい、このぐらいでちょっと混ぜてみます。最初はちょっとこうダマになってる感じがするんですけれども、これをですね根気よく混ぜ合わせていくと、ある一定のところでですね、立ったところで少しほんのりと色づいてくるのがわかります。ちょっとピンクがついてきた感じがしますね。つぶつぶの感じが残ってはいますけれども、色づいてきた感じがします。はい、これで四角の方に少し入れたいと思います。ハートの方にも入れてみます。少し作ります。今度は紫をやってみます。クレヨンを削ります。
四角の中に入れます。今度は白を使います。はい、それでは四角の中に入れます。は月型の中に入れておきます。それでは硬化します。硬化が終わりました。外してみます。まず黄色ですね。黄色と紫と白、周りのバリをカットします。ざっと今バリを取りましたけれども、今回使用した黄色とピンクと紫と白、ほんのり色付けをすることはできるようです。星の色はこんな感じです。そしてハートのピンク色はこんな感じです。はい、紫色のリーフはこのような色になっています。そして
白色の月はこのような発色になっています。質の高いものを作りたいという方には積極的にはおすすめしませんが、趣味の範囲でレジンをやりたい方であれば、例えば欲しい色がない時の代用としては使えそうかなという感じがしました。今回はクレヨンを使いましたけれども、次回は水彩絵の具の方で実験をしてみたいと思います。はい、こちらが実験の結果です。色付けしたいなと思った時にぜひ試してみてください。